日本神奈川県横須賀市夏島町。夏島町は、神奈川県横須賀市の町名。追浜地区の海側、市の北端にあり、市として埋め立て地からなる工場地帯である。北側は、枚方湾口を挟んで、横浜市金沢区に対する。郵便番号は 237-0061。夏島は、かつてあった島の名前であり、ここで発見された国指定の史跡、夏島貝塚が有名。またいくつかの船舶の名の由来にもなっている。もう一つの烏帽子島と共に埋め立てられて地続きになり、夏島は現在旧として残っている。なお、対岸にある野島は、元は陸系島であり、南にある東島は半島であった。夏島の名は、冬でも温暖で雪が積もらないためと言われる。夏島貝塚は、初期の縄文土器である、夏島式土器が出土した、標識遺跡として知られる。この土器の時期は9000年以上前とのデータがあり、この時代すでに夏島に人が住み、漁労、採集、狩猟による生活を営んでいたことが明らかになっている。江戸時代には、北側のいわゆる金沢八景と共に、景勝地として知られた。明治時代前期には、陸軍が横須賀港に隣接する夏島を買収した。ここには、伊藤博文の別荘が建てられ、1887年に大日本帝国憲法の草稿が作られた。1916年に島の周囲が埋め立てられて、横須賀海軍航空隊基地となった。戦後はアメリカ軍に接収され、1972年に返還された。その後工業地帯となり、日産自動車追浜工場や住友重機械工業、横須賀製造所が建設された。2017年10月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。市立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。以下いずれも夏島にちなみ命名された。ありがとうございます。